こんにちは、リーフープスです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今回はいつもと違い、今後の展開についてお話しさせていただければと思います。今まで101やシュートなどの基礎スキルを中心にお話しさせていただきました。ただバスケは最終的には試合で勝つことが目的です。もちろんそのためには基礎スキルを高いレベルで身につけることは非常に重要です。どのようなレベル帯でプレーしていたとしても基礎スキルの訓練は続けていく必要があります。その一方で、ではどのように基礎スキルを実際の試合で発揮していくのかという重要な要素があります。だからこそピックアンドロールや5対5についての動画もいくつか公開させていただいておりました。基礎スキルから101へ、101から実際の試合へと段階を踏みながら成長していかなければなりません。ただ残念ながら5対5関連の動画は受けず、あまり視聴されませんでした。 YouTube の使用上、受けない動画を続けていくというのは精神的にも分量的にも非常に厳しいものがあります。しかしながら申し上げた通り、5対5というのはバスケにおいて最終的な目標です。また試合で勝ちたい、試合で活躍したいという切実な質問やプレーの確信をついたような鋭い質問が多く寄せられるのも5対5関連です。こういったことから5対5について解説を続けていくのはとても意義のあること、重要なことであると当チャンネルは考えております。以上を考慮して5対5の動画を続けていくため、上記のような切実なご質問にご対応するため、非常に恐縮ながらメンバーシップ制の導入を検討しております。基礎スキルや101などに関しましては今まで通り無料で公開する予定です。本メンバーシップの趣旨は、実際の試合で1プレイヤーとして活躍したい方、戦術を理解したい方や組み立てたい方、バスケをより深く理解したい方など切実な思いを抱えている方たちのために、受けにくいけれど非常に重要である実際の試合により直接的具体的に関連したトピックについて詳しく取り上げることです。ピックアンドロールをはじめとして現代的なバスケではどのようにしてオフェンスを組み立てているのか、その逆でどのようなことを重視してディフェンスしているのか、またどのような選手が求められているのか、どのようなスキルを生かしてプレーするのかなど、より具体的に実際の試合で活躍することを目的とした内容になります。それだけにとどまらず、より基礎的なことにも踏み込み、例えば現代ではどのポジションがどのような役割を担っているかなどについても触れてまいりたいと思っております。またコメントでの返信ではどうしても限界があるため、より細やかな対応ができるように、以前テストも兼ねて行っていた皆様のご質問に答えるライブ配信もメンバーシップにて行う予定です。本メンバーシップでの目標は、コンテンツを通じてプレイヤーの方はスターターや中心選手になること、監督やコーチなどの指導者の方には現代的なバスケや将来性がある選手像というものへの理解、一バスケファンの方には NBA などの試合観戦をより深く楽しめるようになることです。本メンバーシップは5月上旬頃の開始を予定しています。それまでにメンバーシップの準備と配信予定の動画のサンプルを随時公開する予定です。もしご興味のある方はぜひご登録をしていただければ誠に幸いです。有料になりますが、有料であるがゆえにより質の高い内容のお届けに尽力いたします。何卒よろしくお願いいたします。今回は告知動画という内容で大変失礼いたしました。それでは次の動画でお会いしましょう。